こんにちは。じゃあ今回はですねまあ逆といきまましょうか、まあ。物事を逆で捉えたりとか逆効果が出たりとかねあとはまあ意表をつくみたいな感じで逆っていうことを使ったりもしますけどもうんまあ、心ってのも言ってみれば人が表現していることとの反対側と言えますよね。心の中ってうのは、うん、相当なんか信頼した人じゃないとお話しなかったり表現しなかったりすることだと思いますし。 なんんか顔はは笑っていていもね、気持ちは沈んでる時がある。があまさに心は沈んでいるけどもでも人前では笑顔を絶やさないようにみたいな相反する表現を心とね相反する表現をすることって人はあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、吉永さんやね私の好きな車にしてもその車の内部機構ってほとんどわからないまんまでもデザインとか乗り心地っていう表に見えてるだけで結構ね楽しんだりしますよね。 ままあ、ああなんん言いすすかね、昔こんなことがあったんですよ。あの UFO が出てきてね宇宙人の乗り物だっていう人がいて、まあ、私なんですけどもそれはどういう仕組みで動いてるんですかって聞かれた時に「いや仕組みは分かんないんだけども空を飛んでるんだよね」って話したんですよそしたらね「いや仕組みが分からないのに空飛んでるなんておかしいでしょあなた何考えてるんですか?」っていうふうに散々責められたんですけども一通り話を聞いた後にね「じゃああなたは車がどんな仕組みで動いてるのか理解してるんですか?」 それエンジンにガソリン入れて、こうなんかタービン回って、クランクがねって言うけど、その程度でしょ <laughs> だから別にお互いエンジニアでもなければね、車の製造に関わったわけでもないし、それこそタイヤ一つ作ったことがないのに、車当たり前に走ってると思ってね、で運行前点検なんてしてないじゃないですか。せいぜい車検に2年に1回出して、安心に安全で乗れるぞみたいな思ってるでしょ、うん、だから なんかどういう風に動いてるのかとか、その内部っていうのは理解しなくても使うことはできるし、利用することはできるんじゃないかなと思うんですよってお返ししました。で、人間もそうで、深層心理心の奥まで分からなければ付き合えないかっていうとそうでもないんですよ。なぜなら人のほとんどは表面の、うん、上積みだけで付き合ってるからなんですよね。まさに上積みだけで付き合うことはできるんですよ。そんなね、その人の過去や深層心理まで知らなければ、 分からない、知り合えない信頼できないってことはないしそもそも信頼関係作らなくたって職場ややプライベートでで人はうまくやってるんですよね。うんまあ、だからね発想がこういうふうに逆なんでしょうね <laughs> こうでなければならないっていうふうに思わないっていうのかな見えない部分があって当然と思うし見えない部分も込みで見ているというふうに思ったりね、うんまあ、こういう例えもあったんですよ。 あ,のある裁判の話でね、まあ、弁護人とそれから原告っていうのがいるんですけども原告代理人の弁護士さんがあの犯人がねバスに乗って逃げてるのを見たんだっていうわけですよで今度は被告人の弁護士が言うんですよバスのどのどを見てていたんですすかって聞きますそうすると原告の代理人はバスの全体を見ていたでそこに犯人が飛び乗ったんだだから間違いないっていうわけなんですよそこに対してね 被告の弁護士は、代理人はこう言うんですよ。あなた嘘ついてますねバスの全体でなんて。バスの50%しか見てないでしょ。反対側見てないんだ。だから反対側で犯人が逃げて、そして似たような人が飛び乗ったかもしれない。それは証明できないでしょ。みたいなこと言い出すんですよ。結果、その,あの裁判ってのは、審議中断になってねあの、決定打を与えられなかったってところがあって、えー、その結果、あまあ、延長した法廷で犯人は、 無罪を勝ち取るみたいなところに行くんですよねだから人ってのは見えてないところで結構判断したりとか思い込んだりしてるわけなんですよねで今回の逆っていうテーマでお話してるんですけどもあのー、例えば逆境に見舞われた時って多くの方あると思いますけども私は逆境と思わずにね場面が変わったなぐらい思うんですけどもまさにこれがこの程度が逆境かなと思ったりするんですよ多くの方が脱落したり 疲れて倒れたりとかする中であここら辺で人って駄目になるんだっていうふうに興味あるんですけどもあの自分までねじゃあ自分も一息つこうかなと思うんじゃなくてあ自分はどこまで耐えれるだろうかとかね自分はどこまで進めるだろうかと思うわけなんですよ。まあ、仕事などでねあのサラリーマンをやった時なんていうのはまあ、結構ね、えー、負担が多かったりして言ってみれば大変なことってあったと思うんですけどもその時でも思ったんですよ。うん まあ自分確かにね経験したことないような大きな仕事とか負荷がかかっているけどもでもこれは自分が入った会社で最大値なのかなって先輩とか上司っていうのはこの程度のことをくぐり抜けてきたから今目の前に上司や先輩としているんだよねとだったら自分が根を上げるわけにいかないよねこの程度はみたいな感じであの考え方をねやっぱり反転するんですよね この会社はなんだお前、俺を辞めさせようとしてんんのか、こんなに大変な思いさせやがってって思う人が大半だと思いますけどもそれでも辞めないやつが先輩になったり上司になったりしてるんでしょっていうふうなまあすごくね簡単なことにすぐ気づくんでねあだったらこれは今はきついけども結構慣れるんだろうなーっていうふうに思うんですよね。まあ、そういった考えとかまあ、借金をかけた時もねどのくらいだったら人は借金を返せなくなるんだろうとか。 借金を抱えているという心理的な重圧に耐えきれなくなるのかなと思ってまあどこまでもどこまでもどのくらいまでだったら借りれるかなってことに挑戦したらね割と借りれるんですよねあのまあ借り方にもよるんですけども私の場合は3,000万円を超えてもまだ借りれましたんでねまだいけんじゃないかなみたいに思ったりとかねしたもんですよねしかもあんまり返してくれって言われないんですよでお金を 200万円ぐらい借りた人に「よう」みたいに会うんですけども「ところでお金のことだけど」って言われないんですよね、まあ、言いたかったかもしれませんけどもねでお金を借りた人に私はおごってたりするわけなんですよ変な話ですよね。金がないから借りてんのに貸してくれた人におごってるみたいなね、うんまあ、そんなこともあってねあのどこまで耐えれるのかなっていうふうに、まあ、人間関係お金の面とか心理的負担とか肉体的苦痛とか。 なんか、どっっっちちかっていうと興味を持っちゃいますよね。どこまでいけるのかなとみんなはどこまで行くのかな俺はどこまで行くのかなみたいなねそして自分が挫折して倒れたその先にもそれ以上に耐えた人間がいるんだろうなとかねそもそも耐えるって概念じゃなくてこのぐらいは仕事やってる当たり前人生送ってる当たり前っていうふうに軽く考えてる人もいるんですよねきっとねなんか人生の重大事っていうふうに人によっては考えるけどもいやその制度は重大事でも何でもないよとうん どうってことないよみたいなね。うん、でそこでね、なんかね、そのまあ私が思いついたわけでもないんでしょうけども、人との関わりの中でどんな大変なことがあっても、女の子と付き合うことに比べたら楽だよっていう、ね、<laughs> あななるほどなみたいなことがあったりするわけなんですよ。確かにね、人間関係というふうにはくくらないんですけども、うん、女性との付き合いっていうのは結構ね、あのいろんな負担を抱えた中でもまあ飛び抜けて大きいなと。 いうところはあります、ねうんまあそれも考えてみればね一人一人の人生を左右してるわけですからそのぐらいの気持ちでいかないとダメなんだろうなっていう気はするんですよ、うん、別れりゃ終わりでしょみたいなことではなくてね、うん、別れた後もその人の人生の大切な時間を、うん、やっぱりね一定期間拘束してるわけですし心理的なものもいろいろと共有するわけなんでさよならで終わりじゃないんですよねやっぱり。 なんかいろんなものを過去を残しているんだろうなっていうふうに考えるとやっぱり気が重いところとかあるんじゃないかなと思いますよね。うん、まあそれはねお互い様なんで痛み分けといえばそうなんですけども、まあ、そういう感じでいろんなことをね逆に逆に捉えていくっていうことをしていくと逆逆境境っっっててなななかなか目の前にあられないんんですすよよねねねだろうねと思っちゃうんですよ、ね、自らの苦痛を無視してそれを逆に興味好奇心に変えていくとどこまで。 最悪の事態って人はよく言いますけどもどれが本当に最悪なのかなと、うん、か最悪ってなかなかないよねこの程度が最悪なのみたいなね <laughs> そんなことを考えたりねしますねだからこう逆の発想ってのはね他にも生きてて本当に人間一人知恵を使ってあらゆるトラブル金銭的トラブルを跳ね返すことはできないのかな思うわけなんですよでまあ吉谷さんも同じですけどもあのやっぱ バックボーン誰もいないいななじゃないですか私たちは、うんまあ、誰かがね養ってくれたりとかなんか自分に先んじて何かを考えてくれたりとかねあの2手先3手先をもう用意してくれてるってことが基本的になくって逆に自分がいろんな人に対して揃をしなくちゃいけなかったり転ばぬ先の杖をね何十本も用意しとかないといけなかったり、まあ、究極はね私たちは相談を受ける側ですけども相談をする相手がいないっていうところがありますよね。これは多分生涯 なかったしこれからもないんですよねきっとねまあ、そういう意味で言うと、うん、やっぱりこう戦闘走る人間ってのは、まあ、とっても孤独であり、ね、孤高ってやつか前もお話しましたけども、うん、それでいてなんかその一人ぼっちでいる喜びってのがねそこにはあったりするんじゃないかなと思うんですよねこれもだから孤独は寂しさとイコールっていう風に感じる人と全く逆の概念で あの孤独というよりも孤高なんですよね。選んでそこに行ったわけですから。まあ、そうすると、まあ、全てが自分の手の中にあるという風な感覚に入るんですよね。全てから切り離されたから、孤になってしまうと、孤立してしまうということではなくて、孤立したからこそ、孤立できるところに歩んできたからこそ、全てが自分の手の中にあって、何もかもコントロールできると。そして自分の裁量に及ばないものは、所詮誰にもできないっていうようなね、まあ、そんなところに来てしまうのかなと。 あまりこれはね突き詰めるとあの他者の能力をものすごくね軽んじたり否定することもなるんでやっぱりねあの周りの人のおかげだなって感じることってのは忘れてはいけないと思いますけどね、うんまあ、今回ねそうやって逆を捉えていろいろと話をしてきましたけども、うん、逆ですよねやっぱりね昨日311ってあの東日本大震災の日だったでしょで多くの人はもう忘れてますよ。でテレビは見てませんけど、多分 のの特番ななんてのもなかったと思いますし私が見る限りあのインターネットのねニュースサイトのトップページに出るのはウクライナであって311じゃなかったかなと思いますしそもそも311のあの事故の時に原発やっぱ怖いよねとかね地震に対して水や電気を備えておかないよねって多くの人が思ったけども現実今日備えてないと思うんですよ。多分そこも逆でで私は備えてるんですよね いつも言いますけども、所得の1%を備蓄費用に充てるとか救急救命にね、えー、キープしておくとかっていう考え方は、まあ、今でもねあの持っておきたいなと思いまうし多くの人は危機に対してそれを突破する力もないのになぜか備えもしてないというね何もない状態なわけですよ。 で、いざとなったら「助け合い」とか言いますけどもそれは助け合いではなくて誰かが一方的に助けてくれることを期待してるっていうことなんですよねじゃあそういうピンチの時にあなたは何を思って誰を助けるんですかっていうふうに聞いてしまえば多分言葉に詰まるんじゃないかなと思うんですよ。なんかよくね被災地に行ったらね歌を歌ってる人がいますけどもいやはっきり言って歌を歌って何が助けられるんだと思っちゃいますね私はね。まあでも心が癒されたりもあるのかもしれないですけどね。まあでで、もももそもそもそういうい場所で 歌う神経ってのはすごいいなと思いますよね。一刻も早くこう被害を受けた方の救助に当たったりね瓦礫を撤去したりとかやることいっぱいあんのになぜか歌ってるというねしかもなんかそれ歌ってる人って大体誰も知らないバンドで誰も知らない歌手で誰も知らない曲を歌ってるんですよね。<laughs> どうせっちゅうななみたいな感じですよね。 <laughs> まあそんな場面に遭遇したことがないんですけどもまあこれはね私の想像ですけどもねだからいろんなものを逆に考えていくとそれだけで考え方は倍になるんじゃないかなっていうところですねまあそのお逆をついた考え方で今日まで来たのかなっていうところですよねやっぱね <laughs> 20時間ライブも見るんじゃなくて書き込みに行くみたいなあれもなんか逆手心理な気がしますけどねまあ来てくれなかったけども結局あのライブとかでもねあの山口陸さんのライブで散々広島に来て。 アイドルさんのステージやってるから取材に来てくださいって言ったけども「行きます行きます」とか言ってね結局来ないでしょね山口百合さんあなたも裏面出てるんじゃないですかじゃあいってらっしゃい